本学における新型コロナウイルス感染症対策の取り組みについてご紹介します。大学内のすべての活動において3つの条件が重なることを回避するよう呼びかけています。3つの条件とは、1、換気の悪い密閉空間、2、多くの人が密集、3、近距離での会話です。各施設におけるアルコール消毒はもちろんのこと、マスク着用の徹底、啓発ポスターの掲示による感染症対策の情報発信など、常に感染症への意識づけを行っています。すべての学生に毎朝の検温、体調管理を徹底するように指導しています。特に医系キャンパスは大学病院が敷地内にあり、学生は実習などで病院への出入りもあるため、入校禁止やサークル活動の可否などの基準は厳しいものとなっています。また登校前に必ずポータルサイトへの検温入力が義務付けられています。共有部分からの感染を防ぐため、机や座席、手すりやドアノブなどの消毒、キャンパス内の清掃を徹底しています。感染状況に合わせて対面とライブやオンデマンド配信での講義を使い分け、学習機会や質の確保に努めています。医学科では全ての講義をオンライン視聴可能とし、コロナ禍に記録された講義映像のアーカイブ化を進め、将来的には学生の自主学習に役立てるためのライブラリの構築を計画しています。対面講義においては、入室時の手指消毒、マスク着用の徹底、ソーシャルディスタンスを確保するための座席指定などを行っています。三井本館では中央監視室で学内の換気システムを常時稼働させるなど、講義に影響ない範囲で窓や出入り口を開放しています。実技授業では授業参加前の手指消毒の徹底、共有した用具、機器は使用した学生自身が洗剤または次亜塩素酸を含ませたペーパータオルで消毒します。使用したペーパータオルなどは準備された袋にまとめ、所定の場所へ廃棄します。食堂では食器は共用ケースから各自で取るのではなく、食事提供時に消毒し個別に渡します。対面用にアクリル板を設置するとともに、ソーシャルディスタンス、黙食を徹底しています。卒業式、入学式では座席前後に距離を空け、学部別に時間を分けて実施したり、オープンキャンパスをオンラインでも実施するなど、さまざまな工夫を施しています。本学における部活動、サークル活動では各団体の特性に応じた感染防止対策を行っています。活動するにあたっては計画書の作成と提出を義務付けています。学生サポートの一環として、就職・キャリア支援課にオンライン面談に対応した防音ブースを設置、ネット環境を持たない学生も学内で気兼ねなくオンライン面接を受けられます。また学生支援室では、コロナ禍にて精神的な不安を抱える学生に対し、教職員が相談に乗っています。本学では全ての教職員が学生一人一人に寄り添い、安心安全に学生生活を送れるよう感染症対策を徹底しています。